さまざまなスポーツ競技の中においても、近年では女性の目覚ましい活躍が多くなってきました。今回はその中でも女子バスケについて取り上げていきたいと思います。最近では世代交代も進んでいて、未来有望な若手選手も多く活躍しています。その中で可愛くて美人な選手をランキング形式で紹介していきます。ランキングは独自で決めているので、参考程度に留めてくださいね。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では早速ランキングを見ていきましょう。10位は永井結菜選手です。父親が監督を務めていた大阪桐蔭高校から三菱電機コアラーズに入団しました。結菜のコートネームを持ち、どこからでも飛び込んでくるような高いリバウンドと鋭いドライブを武器に得点を奪います。22歳と若く、これからの活躍が期待されています。また最後まで諦めない姿勢の中で、時々見せてくれるあどけなさが残る笑顔がとても可愛い選手でもあります。プレーとは真逆なあどけない笑顔は本当に可愛いよね。彼女の高いリバウンド力はチームに大きな力を与えるし、キレのあるドライブで得点を量産しているな。9位は安間詩織選手です。中学時代はチームを全中優勝に導き、高校でもインターハイやウィンターカップなどでも準優勝するなど、学生時代からエリート街道を歩んできたガードの選手です。そんな彼女がトヨタ自動車アンテロープスに入団し、チームを初優勝に導きました。そして安間選手はプレーオフ MVP を獲得するほどの大活躍を見せたのです。彼女が見せる一つ一つのプレーはとてもインパクトがありますが、それと同じくらいのインパクトがあるのは彼女の個性的なヘアスタイルです。一時期はまるで小さな男の子が混じっていると勘違いするほど坊主に近いヘアスタイルをしていました。ベリーショートにすると本当男の子みたいに見えるけど、それがめちゃくちゃ可愛いね。ポイントガードはチームの司令塔であり、彼女の存在がチームを優勝に導いたという点はすごいの一言だ。8位は宮崎沙織選手です。持ち前のスピードは見ているものがその姿を追うのが大変なくらいずば抜けた速さを持っていて、バスケスキルも非常に高く、その上可愛いと評判です。特に彼女の可愛さを物語っているのが彼女のヘアスタイルにあります。時にはベリーショートだったり、時にはセミロングの時もあるなど、さまざまなヘアスタイルでファンを楽しませています。さらに彼女の SNS にはプライベート写真などもたくさんあり、可愛い一面をたくさん垣間見ることができます。彼女の SNS を見ているとバスケット選手っていうイメージが湧かないくらい、ひょうきんで可愛い写真ばかりだよね。今日本代表の選抜合宿に参加しているけど、持ち前のスピードに加えてスコアリング力も上がってきているんだ。7位は篠崎美桜選手です。 W リーグの選手でありながら、同じバスケの 3x3 の選手でもあり、いわば二刀流の選手でもあります。また可愛さの一つに名前の響きもあり、可愛らしさを引き立てているようです。しかし名前の可愛さとは裏腹に、彼女のプレーはとてもキレッキレでかっこいいです。性格も少し天然なところがあり、内面から可愛らしさがにじみ出てるようです。 3x3 との二刀流の選手ってすごいね。それに彼女の笑顔も明るくて可愛いよね。彼女のプレーぶりは職人さんみたいなところもあるけど、柔軟性としなやかさを兼ね備えた選手だね。6位は山本千夏選手です。2020年の4月に現役を引退しています。もともとバスケ以外にもたくさんのスポーツも行っていて、とても活発な女の子でした。全中、インターハイ、ウィンターカップなど大きな舞台でも華々しく活躍してきました。彼女は176センチのスモールフォワードながら、細身でほんわかした雰囲気で
どこかモデルさんを思わせる容姿は綺麗でとても可愛い選手です。ハサミでスリーポイントを武器としている彼女は NBA で言えばレジー・ミラーのようだね。ほんわかした雰囲気なのに性格はめちゃくちゃ負けず嫌いで、それが選手として大きな力となっているんだね。5位は山本麻衣選手です。アスリート一家の中で育った選手です。お父さんは元バレーボール日本代表、お母さんはバスケの元実業団選手、お姉さんや弟もアスリートです。さらに山本選手も5人制と 3x3 の二刀流のバスケ選手でもあります。 3x3 では2019年にアンダー23のワールドカップで優勝し MVP まで獲得した実力者です。それを機にテレビ出演した時に彼女の可愛さが大きな反響を呼んだのです。彼女の可愛さは高校時代から有名でもあり、彼女の屈託のない笑顔は周囲にいる人たちを自然と笑顔にさせてくれます。最近は 3x3 と5人制の二刀流が流行っているね。 3x3 では日本国内のランキングで1位を獲得した実力者なんだ。4位は石原愛子選手です。180センチ近い身長でパワーフォワードやセンターを務める彼女は、インサイドのプレーやリバウンドはもちろん、ファーストブレイクで先頭を走るだけの走力を持ちます。また最近では積極的にスリーポイントをはじめとするアウトサイドでのプレーをレパートリーに加えています。チームプレーを重んじチームを第一に考える彼女の姿勢は、優しい性格も手伝っているのかもしれません。彼女のインスタなどではとてもバスケをやっているようには見えないモデルのようなオフの写真が目白押しで可愛いと評判になっています。インスタとかでは本当にモデルさんのようで綺麗で可愛い女性だよね。インサイドプレーヤーでありながら走力もありアウトサイドでもプレーができる彼女は、現代バスケのポジションレスを体現しているね。3位は津村ゆり子選手です。埼玉県出身の彼女は、学生時代にはインカレで優勝を果たした上、大会 MVP を獲得したり、ユニバーシアードで日本代表にも選ばれるなど、学生時代からそのプレーヤーとしての知名度は非常に高い選手でした。彼女は抜群のスピードを売りとしていて、ボールキャリーからそのままドライブして得点するなど、積極的なプレースタイルが特徴の選手です。キャリアを重ねていくたびに落ち着いた雰囲気と優しさを兼ね備えているようにも見えますが、すごく明るくて笑顔が素敵な選手になります。学生時代から可愛い選手で有名だったけど、プレーと同じで年を重ねてより可愛さが増しているよね。学生時代から選手としても有名で、積極的なプレースタイルでチームを引っ張る姿が印象的だな。2位は栗原美香選手です。バスケにおいては彼女はオールラウンドプレーヤーと言えるでしょう。オフェンスでは大舞台になればなるほど決める確率が高まるスリーポイント、ディフェンスではエースストッパーとして相手チームのエースをシャットアウトするほどです。女子バスケ界の中でもスタイルは抜群で、整った顔立ちからはなかなか爆発的なプレイスタイルを想像するのが難しいくらいです。インスタとかだけ見てると、バスケ選手とは到底思えないほど綺麗で可愛い選手だし、強化は女神と呼ばれているのも納得だな。彼女のオフェンス力もそうだけど、ディフェンスの要、エースストッパーとしても日本代表には必要不可欠だね。1位は藤吉沙織選手です。2017年に現役を引退した選手ですが、バスケの選手としてはゴッドの異名を持ち、またバスケ界の長澤まさみと呼ばれるほどのルックスで多くのファンを魅了していました。現役を引退した今でも彼女には根強い人気があるようです。バスケの時に見せる真剣な表情と、オフの時に見せるゆるかわな笑顔や仕草はどれもとても可愛いです。その中でも彼女が見せてくれるキラースマイルは、全ての女性アスリートの中でも可愛い、綺麗と評判です。
180センチでスタイルも良くて、藤吉選手は本当に綺麗だね。高校時代から代表に選ばれたりと、可愛いだけでなくバスケの実力も経歴もすごい選手なんだ。いかがでしたでしょうか。バスケでは最近は男子バスケで八村選手や渡辺選手など NBA で活躍していて、一見すると女子バスケの方が注目されていない感はありますが、 W リーグ自体は昔から多くのファンからの支持を受けていますし、可愛くて綺麗な選手もたくさんいます。バスケ自体になかなか興味を持てなくても、自分の好きな選手を見つけたり、その選手の SNS を見てみたりするなど、違った切り口で見てみると、また面白さや新たな魅力を発見できると思います。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。